ただいま長浜駅です。昨日電車に乗った高槻駅にこれから向かいます。高槻駅到着しました。今日はここから歩き始めます。残すところ今日と明日、そして月山のみとなりました。今日はね、関ヶ原まで歩きます。北国木の本堂という石を見つけました。ここが北国街道らしいですね。ここにも北国脇王冠という石碑がありました。雨の森一里塚跡というのもありました。こういうのもありました。郡上塾バカ札場跡、ちょっと寄ってみますか。こんなこと書いてあります。北国脇王冠郡上塾って書いてあります。あー、ここに地図も書いてありますね。なんだか戦国の聖地らしいですよ、ここは。なんだろうね、なんだ、あー、歴史資料館があるんだ。今日はね、でもちょっと来ませんけど、この北国脇王冠は至る所に道案内がついております。こんな感じで至る所にあります。これが本陣跡だとそうです。イブ本陣って書いてあります。すいません、間違えました。イベ本陣です。
雨が止みました。危ないよ。車引かれちゃうよ。ここにも看板がありました。奉還道はちょっともう道が分かんなくなってしまいました。なので Google マップにナビしてもらってます。ここにも出てきましたね。今歩いてる大きい道路、北国脇王冠、ここでいいそうです。 Google ナビさんがこちらの道ナビしてくれました。今日は僕の細道になりました。北国脇王冠、ちょっとよく分かんなくなってしまいました。こんなのがありました。手ずっぽうに歩いてきたら北国脇王冠に出れました。ただいまは Google マップさんのナビに戻っております。Google マップはこの道をナビしてくれました。この道は車の通りが激しいので違う道行きます。こういう道になりました。僕の細道です。そしてさっきの道があっちの遠くに車が見えてる方がさっきの道です。雨もね止んでよかったです。
ですね。右方向です。北関道の標柱がありました。こんな看板もありました。芭蕉句碑があるところもあるんですね。今はこのような道を歩いております。こんな細い道になってしまいました。すげえ、このこういう道だとは思いませんでした。最初の入り口がすごい広い、歩道もすごい広い道だったので、まさかこうなるとは思いませんでしたね。今日は本当に僕の細道しております。上の道路が見えてきました。これ一番最初に Google マップがナビしてくれたとこです。の道です。
国道に出てきました。公園になってるのかな。国道は歩道がないので並行しているこの北東に進みます。道から行くことにします。ただいまは関ヶ原の駅に向かっております。関ヶ原駅到着しました。今日はここから目的地は左側です。お疲れ様でした。はい、ここから電車に乗って大垣に行きます。視聴者の方に今は撮ってもらっています。撮りましょうか。はい、宿着きました。それでまずは腹を少しだけ満たそうと思っております。チューハイも飲んでね。朝から何も今日も食べてなかったんで腹ペコです。本日は舗装路に生えていた苔みたいなものに滑って転んでしまいました。コンプレッションウェアが穴開いちゃった。そして iPhone を守った小指、名誉の負傷です。はい、こんにちは。今日は高槻駅から関ヶ原駅まで歩きました。北国脇王冠っていうのかな、を途中まで歩いていたんですけれど、もうよくわからなくなってしまいまして、途中からは僕の細道を歩きました。総歩行距離は32キロ。そして関ヶ原の駅近くで僕のこのチャンネルを見てるっていう方になんか偶然出会いましたっていうか声かけられました。見てますって言って、いやー、こういうこともあるんですね。嬉しかったです。今日はこれくらいで。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。